供？誰かちっちゃい子が入ってきたね。迷子かな。ちょ、バカ！あの子じゃなくて、あの方は天正院先輩と同じフィーネの姫宮通り君。あのラビッツを差し置いて日本一可愛いアイドルとして有名。ラビッツというのが何なのかわからないけど、解説ありがとう、アイラ。どういたしまして。マジで何も知らないんだね、君って。いや、残念だな。時間か。もう少しだけ君らの反応を楽し…いや、じっくり見ておきたかったのだけど。お楽しみを邪魔してごめんね、エイチ様。構わないよ。けれど、予定よりも呼びに来るのが早かったじゃないか。何かあったのかい？うん、またトリックスターが勝手にお客さんを集め始めてるみたい。どうもゲリラライブをするっぽい。予定外だから上に許可取ってるかどうか怪しいし、何があっても対応できるように現場に行っておいた方がいいかなって。もしかして余計だったかな。いや、的確な判断だよ。通りはどんどん視野が広くなって、全体が見えるようになってきたね。えへん、いずれ僕はエイチ様の後を継いで皇帝になるからね。その前にもう少し全体的に耕さないとね。トリックスターも相変わらずの困ったちゃんだな。今回は一体何をやらかすつもりやら。トリックスター。ん？何こいつら。こいつらがエイチ様が前に言ってた秘密兵器？うん。彼らは単なるかわいそうな落ちこぼれの子たちだよ。君たち。申し訳ないけれど、僕は休養が入ったので一旦失礼させてもらうね。もっと詳しい説明は。データ化してホールハンズで送る予定だから、僕のアカウントを登録しておいてほしいな。疑問点などもホールハンズで送ってね。一つ一つ丁寧に回答するよ。うん、ホールハンズとは聞いたことがあるような、ないような。常識なさそうなヒロ君はともかく、なんで風早先輩もキョトンとしてるの？ES 所属のアイドルなら誰でも半ば強制的に利用させられてるでしょ。 ES 限定の SNS 支給されたスマホに最初から入ってるよね。ふむ、スマホ、 SNS、 知らない単語ばかりですな。すみません、俺はずっと入院していたせいか最近のことには疎くて。スマホも SNS もあんまり最近じゃなくない？風早先輩、アイドルとして大活躍している時期のことしか知らないけど、意外と抜けてる感じの人なのかな。俺たちと同じで落ちこぼれ認定されちゃうぐらいだもんね。落ちこぼれ、嫌な単語。事実だけど直視したくなかったよ。俺たちこれから先どうなっちゃうんだろう。 MDM とかいうので結果を出せって言われたけど、それに参加するようなリットルももう残ってないし、もうおしまいだ、どん底だ。アイラ、どうした？顔色が悪いよ。どこか痛むなら鎮痛効果のあるツボを押そう。って何？君、いちいち言うことがすっとんきょうだよね。仲良きことは美しきかな。君たちは運命の巡り合わせで同じ谷底に叩き落とされた。せいぜい傷を舐め合うなり、互いに協力して這い上がるなりするといいよ。絆こそが力であり、孤独なものに至れる高みなどないからね。それには同意するよ。この世で最も尊いものは友情だから。
それよりもあなたに聞きたいことがある。なんだい？質問は後ほどホールハンズでと言ったと思うけどね。お情けで一度だけ答えてあげようか。何が聞きたいのかな、天城ヒーロ君。アイドルとはなんだ。僕はそれを知るためにここにいる。いい質問だけど、君がその問いを口にするのは10年早いね。愛とは何か、生命とは、人生の意味とは、地球の真ん中には何が詰まっているのか、そういった人類が抱き続ける疑問と同種の命題だと思っているよ。答えになってないよ。僕が知りたいのは問いの品評ではなく明確な答えだ。よくある取材の記事のように分かりやすく納得感のある答えをここで出すのは簡単だけれど、僕も全知全能の神じゃない。僕が口にしたことを正解だと思い込まれても困っちゃうね。だからこうしようか。君たち、後ほど ES 内の地下ライブステージに来なさい。話は通しておくからすんなり入場できるはずだよ。多分そこでトリックスターがライブをする。彼らの姿を見れば君の抱く疑問の答えに一歩近づけるんじゃないかな。トリックスター、昨年末にあの大舞台に立っていた彼らだ。お、さすがのヒロ君もトリックスターぐらい知ってるんだ。最近はあんまり目立たないけど、それこそ昨年末ぐらいには日本で一番有名なアイドルだったもんね。エイチ様、落ちこぼれなんかほっといて急いで。さっきからスタプロ上層部からの連絡がひっきりなしで、僕だけじゃ処理できないから。はいはい、まったくの微妙な表現だけれど、尻の上ばっかりだ。